終了した。これより葬儀の準備に入る。みんな、始めよう。一つの旅は煉獄に終わる。しかし願おう、地獄を巡る旅人たちが今度こそ天国へ至ること。次はこちらです。違うな、この兵士ではない。似ているが違うな。どうです？見せてくれ。この兵士で間違いないでしょうか？ああ、ありがとう。会いたかった。これから私がすることをどうか許してほしい。
君が全ての鍵となる。シグナルを確認。パッケージを回収する。そいつに随分ご執心のようだな。あなたもすぐにそうなるでしょう。この兵士こそが登場を待ちわびていた旅人、聖堂を踏み外した罪の担い手ですよ。君は相変わらず私的な居場所を好むな。しかし今は付き合っている気分ではない。本題に入ろう。報告は読ませてもらっている。こいつは規制されているそうだな。ええ、その影響で今は仮死状態にあります。だがそう遠くないうちに目覚めるでしょう。そして人類に対しての脅威となる。そうはなりません。何言ったでしょう、旅人だと。この兵士には地獄の門をくぐってもらうつもりです。バカな、本気で言っているのか。部隊から連絡が途絶えてもうしばらくになる。そして我々に残されたエナジーは一人の人間をやっと送れるかどうかというほどしかない。セクションの命運をこいつにかけようというのか。規制されたこいつに。だからこそですよ。もはやこの兵士はこちらの世界では生きられない。逆に言えば向こう側での任務にこれほどふさわしい人材はいない。違いますか。そしてもう一つ素晴らしい素質を持つ。腕を見てください。ただの腕だ。その腕は半年前に切断され失われていた。なんだと。だが再生した。規制により肉体が活性化した結果です。それだけなら問題ではない。重要なのは人間の腕として再生したこと。規制に対して驚くべき順応性を持っている証です。この兵士ならば、亡者のはびこる向こうの世界に必ず適応します。1943年のフィラデルフィア計画、初めての転移実験で見えた未知の世界への希望。この兵士は、それ以来我々が求め続けてきた全てのものを手に入れることができる。我々は幾度の失敗を繰り返してきた。半年前にもな。根拠のない考えに賭けるわけにはいかない。根拠はあります。地獄に落ちた人間は遠くにあるものはよく見えるんですよ、グルーエン。またお得意の予言か。ザレノとはよせ。この提案はセクションやあなたに光をもたらす。あなたはこの兵士を今後も実験体として扱うつもりでしょう。だがそれで得られる成果など所詮微々たるもの。任務が成功すればその利益は計り知れない。停滞しがちだった研究を、いやそれどころか世界を一つにする力となりう。セクションの合意を取ろう。何にせよ君の独断専行は目に余るものがある。今後の対応は追って指示する。それまでは決して勝手な真似はするな。勝手な真似はするなか。何も知らずに幸せな連中だ。
未来は私の手で切り開く。手を挙げて、そいつから離れろ。その装備、マザーベースの残党か。おい、大丈夫か。に何をした。お前の悪運を分けてもらうぞ。俺は仲間を撃って生き延びた。何があろうと死ぬわけにはいかない。
お前には山ほど聞きたいことがある。あの化け物は一体何なのか、ここはどこなのか、俺の部隊に何が起きたのか答えろ。質問には私が答えよう。あんたは？君の話し相手だよ。名前が必要ならグッドラックとでも呼んでくれ。そういう君は何と呼べばいい？リーブでいい。やはりな。何がおかしい？いや、気にしないでくれたまえ。さて、最初に言った通り、君の疑問に答えるとしよう。君たちが遭遇した化け物の名はワンダラー。詳しい説明は省くが、あれでも元は君たちと同じ人間だ。だが未知の生命体の規制によりあのような姿になった。そしてそこはワンダラーによって滅ぼされた世界。君たちが元いた世界とは異次元にある地獄だ。未知の生物に異次元？おい、ふざけるなよ。本気だ。それに私の話を信じようが信じまいが、君は今自分が危機的状況に陥っていることは理解できているはずだ。そうだろう？そこでだ、君にチャンスをやろう。こちらの任務に協力しろ。そうすればその世界からの帰還の際に君も同行させてやる。我々は君にとっての命綱だ。よもや断りはすまい。これが済んだらあんたを地獄に叩き落としてやる。いい返事だ。では予定通りその廃墟を抜けてベースキャンプへ向かってくれ。手段は君とキャプテンに任せる。キャプテン？こいつのことか？不満か？もともと任務でこの地を訪れることになったのは我々だ。必然的にリーダーは君が譲るべきではと思ったのだが。まあどうでもいい。では俺から作戦を提案する。グッドラックの指示通りベースキャンプとエラに向かうにせよ、そこに化け物まで連れていくわけにはいかない。幸い部隊の工兵が持っていた C4 がある。ここを潰すには十分な量だ。俺は C4 の設置に動くから、その間にお前は一足先に廃墟を離脱、退路を確保してくれ。よし、では作戦開始といこうか。自分一人で逃げるなよ、キャプテン。
よし、蘇生はうまくいったようだな。目覚めたばかりで混乱しているだろうが、時間がない。ワームホール採掘機の起動シーケンスが終了するまでに要点だけ説明しよう。いいか、君にはこれから別次元へと行ってもらうことになる。いや、疑問はもっともだが、問答している暇はない。黙って話を聞くんだ。この写真を見ろ。1968年のベトナム北部のとある町でアメリカ軍部隊に同行していたジャーナリストが撮影したものだ。撮影者はすでに死亡している。写真の怪物に殺されてな。その怪物はもともと我々と同じ人間だ。信じられないか。セクションではそうして怪物化したものをワンダラーと呼んでいる。未知の生命体に寄生されたことでそのような姿に変異したのだ。ワンダラーは非常に強い凶暴性を持ち、遭遇した人間を見境なく襲う。そして厄介なことに、ワンダラーを破壊しても寄生した生命体は死なないのだ。放っておけば連中は瞬く間にその個体数を増やし、人類の脅威となるだろう。だが幸いなことに、今回彼らが現れた地域はアメリカと戦争中のベトナム領内にあった。おかげで我々は派遣軍に紛れ込ませる形で迅速に対処部隊を展開。対象を完全に排除し、その作戦行動を各地で散発的に発生する虐殺の一つに見せかけることができた。無論セクションが奴らの発生を感知できたことには理由がある。私たちはこの未知の生命体のことをもう何十年も前から知っていたのだ。そして奴らが生息するもう一つの世界のことも。こちらの世界とよく似た姿を持ちながら住むのは亡者たち。地獄のような場所だ。私たちウォーデンクリフセクションはおよそ30年前に初めてその世界へとつながるワームホールを観測して以来調査を続けてきた。なぜならワンダラーから抽出できるクヴァンエナジーは世界のパワーバランスに影響を与えかねないほどの膨大なエネルギー資源であったからだ。半年前、XOF の襲撃を受けた君たちのマザーベース上空に巨大なワームホールが発生。あの一件で我々はその世界の位置座標を特定した。そうして研究開始以来初となる有人調査隊カロン部隊を派遣する運びとなったのだ。だがカロン部隊は派遣からしばらくして完全に消息を絶った。セクションでは全滅判定を下している。君に依頼する任務は2つ。カロン部隊が残した研究データとクヴァンエナジーの回収。そしてもしカロン部隊の生き残りを発見したら救出することだ。本来ならもっと多くの人員と装備が必要なことは承知している。だが準備する時間がない。地獄の門番に追われているものでな。それに今あるエネルギーでは人間一人を送り込めるだけのワームホールの生成が限界だ。断りたいが、だが無理だ。君にそんなことはできない。なぜなら君は先ほど話した未知の生命体にすでに寄生されているからだ。君も怪物にはなりたくないだろう。ならば私に従え。カロン部隊の研究データには
ワンダラーカーを止める手段も記録されているはずだ。採掘機の準備が整ったようだ。向こうに着いたら、まずはカロン部隊が使っていたベースキャンプへと向かえ。他の細かい指示は全て無線を通じて行う。では、地獄で会おう。グッドラック、キャプテン。再起動完了。34日と9時間12分2秒ぶりの帰還です。成果の報告をしてください。よく確認を。彼らはカロン部隊の隊員ではありませんよ。端末の反応を検知しています。接続を行ってください。との通信接続を確認しました。パーソナルデータを取得。カロンの船へようこそ、キャプテン。まずは自己紹介から始めましょう。私は独立型作戦支援用プログラムバージル AT9 です。以後よろしくお願いします。化け物の次は喋る機会とはな。驚くことはない。彼女はもともとカロン部隊に支援 AI として同行した機体だ。ここでの合流も予定通りだよ。内蔵データベースに適合する音声を確認しました。お久しぶりです、グッドラック。ああ、久しぶりだな、バジル。目覚めて早々悪いが、君に新たな任務を与えたい。詳細はそのキャプテンの手だ。これは想定外のことが起こった。バーノホールが閉じようとして、おそらくブルーレンの仕業だ。バージル、キャプテンの任務のサポートは君に引き継ぐ。頼んだぞ。グッドラックからの無線が途切れたのか。大丈夫なんだろうな。問題ありません。キャプテンの任務のサポートは私が引き継ぎます。先ほど接続した端末から任務に関する情報はダウンロードしました。サポート体制はすでに万全です。情報によるとカロン部隊はすでに活動を停止しているようですね。キャプテンの任務はカロン部隊のデータおよびクバンエナジーの回収、そしてディーディ世界の調査と生存者の救助、
以上で相違ないでしょうか。さっきから当たり前のように二人で話しているが、何なんだ。二人であることに何か意味があるのか。意味は不明です。本来私がカロン部隊の作戦に参加していた際は彼は存在していませんでした。そこから導かれる推論として、彼は私が緊急時スリープモードに移行することを余儀なくされた突発的な事態の中で必要に駆られて生み出された人格であると考えられます。それでその突発的な事態というのは不明です。その際にカロン部隊の作戦支援中に獲得したデータは失われました。ならお前は一体何がわかるんだ。私たちは特殊作戦の支援 AI として設計されました。今後キャプテンたちが作戦行動を行うにあたって有益な情報を提供できるでしょう。じゃあ早速有益な情報とやらをくれ。俺はこの場所やここで見た怪物ども何もかもわからないことだらけなんだ。お前の知っていることは話してもらおう。ここはワームホールの先にある世界であり、便宜上ディーテ世界と私たちは呼んでいます。これまでの調査の過程で判明していることは、ディーテ世界は地球とよく似た環境を持つ世界だということです。ですが地球との決定的な相違点としてワンダラーや塵が存在することが挙げられます。塵？ディーテ世界の大部分を覆っている成分不明の微細な粒子で構成されている霧状の物質のことです。人間に対して非常に強い毒性を発揮し、何の対策もない状態では人はこの塵の中ではまともに活動できません。ここから元の世界に帰る方法は？方法はありますが、現在それを実行することはできません。なぜ？機関には大型のワームホールを発生させる採掘機を起動する必要がありますが、実行のための情報が不足しているからです。カロン部隊は採掘機での帰還を前提に活動していましたので、キャプテンの回収するデータの中にその情報が含まれている可能性は高いと思われます。やはり俺にはお前の任務に協力する以外の道はなさそうだな。探索は手分けして行おう。カロン部隊のデータとやらを回収してくればいいんだな。僭越ながら意見を申し上げます。探索はキャプテンが単独で行うべきでしょう。ミスターリーブ、あなたの身体に激しい炎症と思われる局所的な体温上昇を確認しています。長時間の作戦行動はお勧めできません。そんなことまでわかるのか。では方針は決まりましたね。早速任務に移っていきましょう。長い行程になりますが、千里の道も一日にしてならずですよ、キャプテン。それを言うなら、千里の道も一歩から、もしくはローマは一日にしてならずでは。そうでしたか。失礼、キャプテン。どうやら彼女は事故の影響でデータに混乱が生じているようです。まずは簡単なレクチャーでしたが、今後の役には立つと思います。今回得た知識はサバイバルを生き抜く上では欠かせないものです。決してお忘れなきように。それではこの調子で任務を進めていきましょう。続いてはカロン部隊のデータ回収です。彼らはディーテ世界の各地に観測所を設け、そちらのメモリーボードへ研究データを蓄積していました。先ほどの探索中にそのメモリーボードの反応を検知しました。まずはそちらへ向かってみましょう。メモリーボードのデータは私たちと優先接続することで有効となります。
早速データの中身を確認してみましょう。解析完了。データの内容はワンダラー、クバンエナジーを中心としたディーデ世界の研究データと活動記録です。詳細については端末から確認してください。これでこいつの任務の一つは完了したわけだ。いえ、回収できた記録は全体のほんの一部です。全てのデータを明らかにするにはさらなる探索が必要になります。ですが今後の探索はこれまで以上に警戒を強化してください。あるいはこの地には私たちが想定した以上の脅威が存在するかもしれません。機械のくせに曖昧な言い方だな。回収したデータから何か分かったのか。メモリーボードと接続した影響で欠損していた内部メモリの一部が回復しました。回復した記憶によればカロン部隊はワンダラー相手に戦うのに十分な装備を持っていたことが分かりました。ならなぜ部隊は壊滅した。不明です。回復した記憶にはその回答となる情報はありませんでした。もっとデータがあれば記憶も完全になるかもしれません。カロン部隊に何が起きたのかを知るためにも引き続き探索を行っていきましょう。報告があります。先ほど回収した。待ってくれ。その前にいいか、一つ確認しておきたいことがある。お前が壊れたエアタンクを回収したカロン部隊の死体についてだ。奴は銃で撃たれていた。そしてワンダラーに重火器の類が扱えないのは言うまでもない。つまり人間に殺されたということだろう。これはどういうことだ。わかりません。言えることはこの世界で人間が人間を殺したのだとしたらそれが非合理的な行動だということだけです。その非合理的なことが起きているのが問題なんだ。おそらく俺の考えが正しければまあいい、邪魔したな。そっちの話に戻ってくれ。ではキャプテン、報告に戻ります。先ほど回収したデータからワームホール転送装置の位置情報を取得しました。
ワームホール転送装置とは、ワームホール技術を応用した遠く離れた二点間を瞬時に移動することのできる装置です。二点間の移動？その装置を使えば元の世界にも帰れるってことか。残念ですが、この装置で生成できるワームホールは機関用のものとは構造が異なります。よってこの世界での物質転移を可能にするだけに機能は限られます。ですがこの装置を使えば、ベースキャンプを拠点にしたままこれまでよりもずっと広い範囲を探索できるようになるでしょう。装置は現在全て稼働を停止しており、使用するには直接装置を操作してシステムを再起動させる必要があります。危険も伴いますが、活動範囲を拡大させるためにも装置の再起動を行っていきましょう。装置を再起動したことにより、以後安全かつ迅速な移動ができるようになります。探索中に新たな転送装置を発見したら再起動することを推奨します。物質の瞬間移動か。こんな技術があるとはな。だがこんなものを見せられたおかげで疑念が確信に変わったよ。確信と言いますと？これだけの技術を持っていたカロン部隊がなぜ壊滅したかだ。奴らはワンダラーではなく人間相手にやられたんだろう。それが仲間割れなのか別の勢力によるものかまではわからないが、その考えは非合理的です。先ほども言った通り、ディーデ世界における危機的状況下で人間同士が対立することにはデメリットしかありません。事実、あなたとキャプテンは本来敵対勢力同士でありながら、ここでは共闘しています。人間は理屈だけで動くとは限らない。俺がこいつを背後から撃たない保証もない。いいか、気をつけろよ。今後もし生存者を発見しても、簡単に気を許さないことだ。俺とお前の間も含めてな。大型の質量を確認。形状より目標物を解析。運用ヘリと断定。コントロールを押すと、あのままでは墜落します。墜落予想地点をマップにマークしました。何らかの物資あるいは生存者が見つかるかもしれません。救出に向かってみてはどうでしょうか。キャプテン、ヘリの墜落地点の調査に向かいましょう。待て、俺は反対だ。仮に物資の回収を目的に向かうにしても、しばらく様子を見てからにするべきだろう。その提案は極めて非合理的です。墜落の軌道、機体の損傷レベルなどを考慮すると、現在の搭乗員の生存確率はおよそ 11.2%。 さらにこの確率は1時間ごとに 3% の低下が予測されます。迅速に生存者の救出に向かうべきです。その生存者が問題なんだ。さっきの話を繰り返させる気か。ですが任務の達成には人員の確保も重要ですよ。仕方ない、お前がキャプテンだ。判断は任せる。状況報告の更新を行いました。ミスターリーブの意見にも尊重すべき点がありますが、これも任務達成のためです。墜落場所の調査に向かいましょう。
がとう。助かったわ。あんたの名前は？ミランダ。そうだ、気を失う前、いつもと同じようにドクターと会心に出ていたら、病院と連絡がつかなくなって、それで急いで病院に戻って、そしたら病院が燃えているのが見えて、それだけでも信じられないのに、次の瞬間には空が光って救急車ごと吸い込まれて、それでもなんとか助かったけど、今度は一緒にいたドクターまでおかしくなってもう自分で言っててバカらしくなってきた。そんなことあるわけないわよね。いや、あんたが体験したことは全て本当のことだ。同じものを俺も見た。そしてあんたと同じくここにいる。ここってディーテだそうだ。簡単に説明すると、未知の寄生体によって滅んだ別次元の世界ということらしい。待って、未知の寄生体？じゃあここで姿が変わって私を襲ってきたドクターも？そういうことだ。俺たちは寄生された人間をワンダラーと呼んでいる。治療する方法はないの？ないそうだ。ああなってしまったら奴らはもう生ける屍だ。殺すしかない。たとえかつての仲間でも。本当にそれは間違いないの？見たところ、あなたたちは医者じゃないし、ちゃんと専門家が調べれば。それができたならこの世界は滅んでない。違うか？この世界に十分な医療の技術がなかっただけかもしれない。それに生ける屍だなんて、医師の疎通だって頑張れば測れるかもしれないわ。いいか、あんたの甘い考えは死者への冒涜だ。理想を振りかざすだけじゃここでは生きられない。死にたくなければ黙って俺たちに従え。理想がなければ人は生きてはいけないわ。服を脱いで。何？あなた怪我をしてるんでしょ？呼吸がおかしいもの。肋骨にひびが入っているのかもしれないし、ちゃんと見てみないと。何躊躇してるの？死にたくなければ黙って私に従ってちょうだい。メモリーボードを解析した結果、先ほど遭遇した巨大生物に関する情報を確認できました。カロン部隊ではロード・オブ・ダストと呼称していたようです。化け物どもの王か。記録によれば隊員のうち何名かはロードの襲撃で死亡しているようです。悪い報告ばかりではありません。今回のメモリーボードに残っていたデータにより、失われていた大型物資の回収機能が回復しました。これでワームホール採掘機が回収できるようになりました。採掘機を使えば大型ワームホールの生成が可能になり、グッドラックとの通信が。待て、通信はどうでもいい。ワームホールが開くってことは俺たちは元の世界に帰れるのか？可能です。しかし任務は未達成の状態であり。なら話は早い。早速採掘機を回収しに行こう。ワームホール採掘機の場所は？リーブ、帰還の時は
負傷者や民間人を優先してくれるのよね。そんなことは言われるまでもない。とにかく装置の回収だ。バージル、採掘機はどこにある？バージル、もしかして何度も話を遮られたものだから拗ねちゃったとか。私は拗ねていません。採掘機の場所をマップにマークしました。ご確認を。機能が全て正常な状態にあることを確認しました。機関用ワームホールの生成も可能です。これでようやくこの薄気味悪い世界ともおさらばか。ねえリーブ、本当に私たちここで帰っていいのかしら。どういう意味だ？この世界に流れ着く人はきっと他にもたくさんいるはずよ。いつでも帰れる用意はできたのでしょ。だったら帰るのはキャプテンと一緒に。一人でも多くの漂流者を助けてからでも遅くないんじゃ。おい、俺は慈善事業をやるつもりはない。共通の目的がある間は協力する。だがそれが済めばもう俺がこいつといる義理も理由もない。それくらいはわかるだろう。そんな言い方。漂流者の救出は私とキャプテンだけでも十分に可能です。どうぞ気兼ねなくご帰還ください。ワームホール採掘機の停止を確認。ワームホールの生成に失敗しました。なぜ機械が止まった？原因を分析したところ、ワームホール生成に必要なエネルギーが不足していることが分かりました。また今の失敗を踏まえて再計算したところ、機関用ワームホールの生成にはクバンエナジーで得られるエネルギー量だけでは不十分であり、より高純度なエネルギー結晶体イリスエナジーの入手が絶対条件になることも判明しました。どうやら私の内蔵データベースに保存されていたワームホール採掘機に関する情報が改ざんされていたようです。改ざんだと？一体誰がそんなことを？おそらくグッドラ
仕業だろうな。誰だ。私はジョセフ・グルーエン、リーチ世界調査計画の責任者だ。君たちがわずかに開いたワームホールを通して通信を行っている。しばらくすればまた途絶えてしまうだろうがね。今の説明には記録との齟齬があります。調査計画の責任者はグッドラックであり、あなたではありません。彼は解任された。度重なる命令違反や独断専行にとうとうセクションの上層部も見て見ぬふりをできなくなったのだよ。優秀な男だし友人でもある。私もできる限り擁護してきたつもりだが、さすがに今回のような無関係の人間を DT 世界に送り込むという暴走行為まではかばいきれなかった。暴走だと。つまりキャプテンの任務は。グッドラックによる独断だ。我々の機関による正式なものではない。グッドラックはおそらく君にカロン部隊のデータを回収させることでその技術の独占を図ったのだろう。だが彼の企みは失敗に終わった。目下のところ私の仕事は君たちを無事にこちらの世界に帰還させることにある。お待ちください。任務情報にはキャプテンにとって必要なデータの回収という項目があり、その目的が達成されるまでキャプテンだけはこちらでの活動を続けるべきと考えますが。必要なデータ。あはあ、腕の剣かね。安心してくれキャプテン、グッドラックが君を利用するためにでっち上げた嘘だ。その回復はセクションの既存の技術によるものだよ。腕の剣って。なあ、すまない、こちらの話だ。とにかく全ては一人の欲にまみれた男が見せた幻だということだよ。君には申し訳ないことをしたと思っている。ではその他の任務、ディーテ世界の調査記録およびカロン部隊の生存者の回収などはどうなるのでしょうか。成り行きとはいえそちら側にいるんだ。カロン部隊のデータが人類のためになることは事実であるし、セクションとしても回収したいと思っていた。可能な限り継続してくれるとありがたい。もちろん強制はしないが。助けましょうキャプテン、できるだけ多くの人を。さてどうやらもうすぐこの通信も途切れそうだ。最後に私も君たちの機関に協力させてもらおう。この無線通信を介して私の持っているカロン部隊に関するデータを送る。部隊の通信途絶直前に届いたものだ。データの破損が激しく断片的にしか内容はわからないが、詳しく解析すればイリスエナジーの採掘地点である特異点に関する情報も見つかるかもしれない。行き詰まった時は活用してくれ。君たちの健闘を祈っているぞ。採掘したエナジー量を測定します。エナジー充填率は 60%。 機関用ワームホールの生成にはまだ足りません。くそ。焦りは禁物です。石橋の上を3年叩いて渡るということわざがありますよ。そんなことわざあったかしら。現在ミスター・グルーエンから届いたデータを解析中です。解析完了には時間を要します。今は他にメモリーボードの反応もありませんし、従来の任務の遂行とミランダの意思を尊重し生存者の捜索などを行ってはいかがでしょうか。グルーエンのデータの解析完了まで今しばらくの時間を要します。まだ踏破していない地域はありませんか。終了。
テン聞いてくれ。話がある。お前が探索に出た後、ベースキャンプで無線通信を傍受した。聞いての通り、相手は終始無言だ。救難信号の類ならこうはならない。おそらくカロン部隊が残した無線機が誤作動を起こしたなんてオチが妥当じゃないかと思うんだが、ミランダは誰かが助けを呼んでいると思い込んで一人でベースキャンプを飛び出していきやがった。まったくイカれてやがる。俺はあいつを連れ戻しに行く。出て行った先でワンダラーに殺されるならそれでも構わんが、奴らをベースキャンプに引き連れてくるような事態になれば面倒じゃ済まないからな。お前も探索中にミランダを見つけることがあるかもしれない。一応気にはかけておいてくれ。キャプテン、無線通信が発信された地点をマップにマークしました。ミスター・リーブはあのように言っていますが、ミランダの医療スキルは任務遂行において非常に有用なものです。彼女の救出に向かいましょう。今回はどうやら俺の判断ミスだったようだな。正しかったのはあんただ、ミランダ。認めるよ。だが二度と無茶な真似をするな。次は助けない。分かってるわよ、そのくらい。でもその助けてくれてありがとう。しかしどこまでこの世の中は理不尽なんだ。彼らは犯した罪の罰を背負う大人とは違う。いつだって才の目を振られるように理不尽に運命を決定され、それに従うしかない。先進国の裕福な家庭に生まれてコミックとスナックに囲まれて生きる子供と、紛争国に育ち10歳でアサルトライフルを握らされる子供、一体彼らの何が違う。この子と比べてはどうだ。何も違わないはずだ。子供は未来だ。子供を殺すことは未来を殺すことになる。この子が何者にせよこんな世界に送られていい理由はないはずだ。リーブ、見て、目を覚ましたみたい。ねえ君、大丈夫？僕は死んだの。ここは天国。残念だがどちらも外れだ。お前は生きてるし、ここは天国じゃない。そっか、だよね。天国にあんな怪物がいるわけないし。お前の名前は？クリス。そうか。それでクリス、どうしてあんなところにいた？答えたくないなら構わない。だがこれだけは覚えておけ。これは現実で、ここは化け物どもがうろついている世界だ。本物の天国に行きたくなければ、お前も俺たちと行動を共にするしかない。分かったか？ないすが、ない。なんだって？車椅子がない。足が悪いのか？だったらなおさら俺たちと一緒に行動すべきだ。いいな？分かった。それでいい。ディーテへようこそ、クリス。探索のついででいい。
何か車椅子の材料になりそうなものがあったら回収してきてくれないか。クリスのためだ。このままではあの子が寝たきりになる。頼んだぞ。それと他のクルーには言うなよ。ミランダには特にな。あなたが回収してきた素材を修理して車椅子を作ってみたの。こういう作業は苦手なんだけど、リーブが手伝ってくれたおかげで完成したわ。あの人案外いいところがあるのかもね。それじゃ早速クリスに渡してくるわね。彼気に入ってくれるといいけど。どうかしらクリス、間に合わせの車椅子ではあるのだけど。大丈夫、全然問題ないよ。そのありがとうございます。キャプテン、お取り込み中すみませんが、現状について報告します。回収したデータにはカロンド隊の記録は残されていましたが、特異点にまつわる情報は含まれていませんでした。やはりミスター・グルーエンのデータを頼るのが得策かもしれません。ただいま解析中ですので、もうしばらくお待ちください。車椅子の調子はどうだ？はい、問題なく機能しています。あなたの車椅子を作るという案は良い判断でした。え？車椅子はリーブが言い出したことだったの？バージルめ、黙っていろと。まあいい。そんなことより一つ提案がある。グルーエンのデータはいつ解析が終わるかわからない。今後のため物資獲得を行う探索班を設立しようと思うんだが。いいわね、適材適所で動いて一日も早い帰還を目指しましょう。クリスがいるんだもの、彼を早く元の世界に返してあげるためにできることは何でもしていかないと。あの、探索班を作るなら僕もそこで働きます。バカを言うな。本気です。もちろん僕の足じゃ自分で探索に出ることはできないけど、バックアップはできる。僕バージルの OS にアクセスしてみたんです。そうしたら、いろいろと制限やロックがかかっている機能が見つかって、いきなり全部を解除することはできないけど、取り急ぎナビゲート機能を復旧することができそうです。彼の話の通りなら一度に複数の対象のナビゲーションが可能になります。確かに探索班の運用には最適でしょう。そいつはすごいが、クリスにどうしてそんなことができる？それはプログラミングの世界だけが僕が歩ける大地だったからで。なるほどな。お前の足は十分役に立つ。聞いていたと思うが、クリスのおかげで探索班はうまく機能しそうだ。では探索班の活動に使う施設が必要になりますね。キャプテン、建設をお願いします。ありがとうよ。
いや本当に助かった。あと少しで化け物に食い殺されるところだったぜ。本当にありがとうよ。この後目が覚めてもあんたたちのことは絶対忘れないからな。目が覚めてもって？いやだってこいつは夢なんだろ。空が光って吸い込まれて荒野に放り出されて化け物に追われて、でもって助けられた先でナース服の可愛い子ちゃんに出迎えてもらえるなんて夢でもなきゃありえないじゃないか。訂正します。あなたは現在明確な覚醒状態にあり。わお、マジかよ。機械が喋ってるぜ。こいつは本当にとんでもない夢だな。あのね、信じられない気持ちはわかるけど、これは夢じゃない。ここはあの怪物に支配された世界で、私たちは元の世界に帰ろうとしている。だからいつまでもそんな風にふざけてもらってちゃ困るわ。これが生死のかかった現実であると認識して。ん？そうなんだ。ま、夢だろうが現実だろうが困ってるならこのニコラスが力を貸すぜ。俺はあんたら市民の頼れる味方だからな。この人本当に大丈夫なのかしら。キャプテン、ニコラスも含めてベースキャンプの人員もさらに増えたから、新たな班を編成すべきだと思うの。この世界でのサバイバル生活も長くなってきた。それにもしグルーエンのデータから何も見つからなければ、さらに長期化するかもしれない。そんな事態を想定して医療と食料を安定して供給できる体制が必要よ。つまり医療班と糧食班か。現実的な提案ではあるな。医療に関しては私に任せて。私は看護師として多くの紛争地帯を見てきた。負傷兵の扱いには心得があるわ。問題は食料の方だけど。そいつは俺に任せてくれ。ニコラス？こう見えても俺料理は得意なんだぜ。警官じゃなきゃコックを目指してただろうってぐらいにはな。こんなところでどんな食材が手に入るかわからないが、できる限りで最高のディナーを出してやるよ。期待してくれよな。キャプテン、開閉お待たせしました。グルーエンから届けられたデータの解析が完了しました。結果、判明したデータの中に特異点の位置情報をはじめとした多数の有用な情報を確認できました。まさに家宝を寝て待つ子は育つでしたね。早速採掘に向かいましょう。それは家宝は寝て待て、あるいは寝る子は育つだと思われます。さらに後者はこの状況を表現するには不適切であり。採掘に向かいましょう。おめでとうございます。今回の採掘により機関用ワームホール生成に必要なエナジー量が 100% に達しました。これで帰れるのね。ただしワームホール採掘機を起動すれば、再びワンダラーがベースキャップを襲撃する可能性が 98.9% と極めて高い状態になります。作戦実行前にベースキャップの守備を万全にしておくことをお勧めします。これで戦う準備は整いました。これまでの行動を見て、皆さんの能力の向上を確信しています。あとは実行するだけ。皆さんのご分をお祈りします。みんな心の準備はできてるか？よかったわね、クリス。これで元の世界に戻れるわよ。うん。これでもう終わりなんだね。ミランダ、
あんたはどうするんだ。以前は残りたいなんてことも言っていたが。キャプテンも帰るんでしょ。なら私もついていく。さすがに自分一人でここを生き抜けるとは思ってないもの。でもいつか戻ってくるわ。ワンダラーの治療法を見つけて。そうか、君らしいな。にしてもいざ帰れるとなるとちょっと惜しいよな。こんな経験二度とできないだろうし、もうちょっとこの世界を見てみたい気もするぜ。ではミスターニコラスは帰還を辞退するということでよろしいですか。冗談だって、勘弁してくれよ。皆さん、帰還用ワームホールの生成には危険が伴います。最後まで気を抜かずに任務を遂行していきましょう。いよいよ帰還への最終シーケンスです。本当に大丈夫なのよね。帰れるんですね。戦いは終わってない。クリスを頼んだぞ。ええ、そっちも気をつけて。防衛の準備はよろしいですね。では採掘機を起動します。採掘機の出力を上昇させるんだ。その命令は理解不能です。これ以上の出力上昇はワンダラーをさらに呼び寄せる効果しか想定されません。ワームホール生成に必要な出力は計算上現在の状態で必要値に達しています。その計算が間違っていたとしたら、こちらの調査でバージル内部にはグッドラックが独自に組み込んだブラックボックスがあることが分かった。今もそのブラックボックスが奴の思惑のために働いている可能性がある。そういえばプログラムの中には初期設定の状態から固く暗号化されたデータ領域があった。君たちは一度グッドラックのデータ改ざんによって帰還を阻まれている。それを思い出すんだ。今回も同じ結果になるぞ。グッドラック本人による弁明を求めます。彼ならばきっと誤解を解消できるはずです。残念だがそれは不可能だ。彼はすでに死亡した。
自殺だった。私が一報を聞いて駆けつけた時にはもう彼は冷たくなっていたよ。今回の独断による調査任務やバージルのデータ改ざんだけではない、グッドラックには多くの組織への背信疑惑があった。グッドラックの目的が何だったにせよ、これ以上彼の策略で犠牲者を出すわけにはいかない。彼自身の死をもってこの愚かな旅路は終わりにするべきだ。いいな、 AI の言葉にこれ以上耳を貸してはいけない。生きて帰りたければ採掘機の出力を最大まで上げるんだ。キャプテン、出力上昇に危険が伴うという私の推測には計算上の十分な根拠があります。それでも彼の指示通り出力を上昇させますか？信じてやりたいけどな。でもクリス、バージルのプログラムの中に変な部分があったことは事実なんだろ？そうだけど。もしまた細工がされていたら、次はただの失敗じゃ済まないかもしれない。俺は採掘機の出力を上げるべきだと思う。キャプテンもそう思うだろう？そうね。でも本当にそれでいいのかしら？もう私のサポートは必要ないのですね。皆様の意思を尊重し、ワームホール採掘機の出力を上昇させます。願わくばこの決断があなた方にとっても最善であることを。お待たせしました。ワームホールの起動シーケンスは全て完了しました。うまくいったのね。皆さん、ワームホールへと移動してください。それではキャプテン、あなたと任務を共にできて光栄でした。これは安定化したワームホール内のエネルギー順位に異変が発生。何者かがワームホールに干渉しています。キャプテン見て、この反応は間違いありません。ロードオブダストです。急いでワームホールに向かってください。上昇検知、攻撃態勢に入ったようです。
じっとしていてくれ。次なる谷へようこそ。残念ながら旅はまだ終わらない。さて疑問は山ほどあるだろうが、まずは安全な場所へ移動しよう。しまったのか。答えはこうだ。君たちは何も失敗などしていない。ここまでの出来事は全て予定通りであり、君たちは私が行き先として設定した地に降り立ったのだ。ふざけるな。そう思っているだろう。当然だな。しかし君たちにはまだある任務を遂行してもらわねばならないのだよ。その任務とはロード・オブ・ダストの破壊だ。私はそのために全てを計画し準備し実行してきた。キャプテンをディーテ世界に送り込み、仲間を集め力を蓄えさせた上でこの地に転送した。奴を破壊する兵器の眠るこの場所にな。今君たちがいる FOB はかつてカロン部隊が築いたものだ。今後はそこを拠点に活動してくれ。この地にカロン部隊の生き残りがいる。まずは彼に接触しろ。彼こそがロード破壊の鍵を握る人物となる。それと願わくばバージルのことを責めないでやってほしい。今回の転移に関する一連の出来事もこの音声も彼女たちの意思とは無関係だ。今後も彼女たちは君たちの任務遂行における心強い味方になってくれることだろう。今はまだ憤りの感情が強いだろう。だがいずれ理解できるはずだ。
これは私たち人類のための任務だということを。そして君こそがその中心人物なのだ。頼んだぞ、キャプテン。グッドラックからのメッセージは以上です。ふざけるな。どこまで俺たちをもてあそぶつもりだ。もう亡くなってるのよ。そんなに怒ったってどうしようもないじゃない。しかし人類のためになるってどういうことだ。一つ思い当たることがあります。それはミスター・グルーエンがワームホールの出力を上げさせた理由に関わります。グルーエンは出力を上げてロードを元の世界に連れて行こうとしたのではないでしょうか。なんだって。あなた方が帰還するのにやはりあそこまでの出力は必要ありません。ロードにワームホールを通過させるために大きさを広げたかったのでしょう。でも何のために。グルーエンは大量のエネルギーを回収したかったのだと思われます。ロードはワンダラーとは比べ物にならないほど膨大なエネルギーを有していますから。でももしあんなのが私たちのいた世界に行っちゃったら。危険な状態に陥る可能性は非常に高いでしょう。あくまで推測ですが、グッドラックはグルーエンによるロードの回収を防ぐために破壊を目指しているのではないでしょうか。それなら確かに人類のためになるって言えるかも。俺には関係ない。リーブ。世界の危機とグッドラックの目的はな。ただ帰還のためにロードを破壊する必要はあるだろう。次も奴の襲撃をかわせるとは限らないからな。よし、決まりだ。まずはそのカロン部隊の生き残りってやつを探そうぜ。引き続き任務をサポートします。皆さん、私を信じてくれますか。さっきは疑って悪かったわ。今度は信じる。一緒に帰りましょう、バジル。転送装置の稼働を確認しました。これでこちらのエリアでの転送が可能になります。キャプテン、もう一点ご報告です。先ほど回収したメモリーボードに記されていた通信コードを探査。その結果、コードを使用している端末の検知に成功しました。グッドラックの言っていたカロン部隊の生存者かもしれません。反応の検知場所に向かいましょう。与えてやる。お前が痛みを思い出すまでな。クソ、仲間を呼んだな。
助けに来るのが遅いじゃないか、相棒。しかし最後にマザーベースで会った時はまだひよっこだったお前が、今は部隊を率いて一発のキャプテンとはな。驚いたぞ。ひょっとしてこれは出来のいい夢か。かもしれんな。だとしたら全て納得がいく。これは夢ではありません。あなたは現在明確な覚醒状態にありだろ、バジル。私を知っているのでしょうか。俺がわからないのか。俺はこの世界に流れ着いた後、ここを調査していたカロン部隊に拾われて鼓動を共にしていたんだ。バジル、お前ともその時に会っているはずだぞ。私は何らかの事故が原因で現在内蔵データベースの一部に欠損があり、カロン部隊の作戦行動時の記録が失われています。そのためあなたに関する情報は持ち合わせていません。そうか。俺はセスという。改めてよろしくな。しかしお前も災難だったな、と言いたいところだが、記憶を失っただけのお前や俺はまだ幸運なのかもしれん。あの狂人に殺された仲間に比べれば。狂人とは？ダンだよ。お前たちも見ただろう、俺をいたぶっていた男だ。ダン、内蔵データベースに適合する人物を確認しました。記録によればカロン部隊所属の公兵です。そうだ、奴の強行で部隊は壊滅した。お前たちも長くこの世界で過ごしてきたなら、銃で撃ち殺された部隊の人間を見たんじゃないか。あれは全て奴の仕業なんだよ。理解不能です。そのような行動には合理的目的は何一つ見出せません。目的などないのかもしれん。奴は完全にイカれていた。この狂った環境のせいでおかしくなってしまったのかもな。俺は恩人であるカロン部隊の仇を討つため奴を追っていた。だがヘマをしてあのざまだ。ではグッドラックの言及していたロード・オブ・ダスト、破壊の鍵を握るカロン部隊の生き残りというのはあなただということになるのでしょうか。グッドラックがそんなことを言っていたのか。なるほど、そうか。彼は俺たちにできなかった仕事をお前に託したんだな。確かにこの地にはあのムカデ野郎に対抗できる兵器がある。カロン部隊にはそいつを回収するというもう一つの任務もあったんだ。その兵器はこう呼ばれていた。サヘラントロプスとな。
いつから離れろ。貴様は誰だ。一体何をしている。おい、その端末を今すぐ止めろ。落ち着いてください、ダン。私たちはグッドラックの指示によりロード・オブ・ダスト破壊を目的に活動しています。その声、バージルか。それにグッドラックだと。ダン、あなたは現状正規のカロン部隊唯一の生存者であると推測されます。またあなたが部隊を壊滅させたとの証言もあります。それは事実でしょうか。俺は誰も殺してない。貴様がバージルならそれを知っているはずだ。私には記憶の欠損があり、あなたの話を証明できません。キャプテン、ここまでの彼の反応から判断してセスの証言と異なり、その精神状態は正常なようです。詳しい話を聞く価値はあるかと思います。いかがでしょうか。待て、セスと言ったな。やはり奴が絡んでるのか。いえ、奴は今どこにいる。やはりワンダラーを味方につけていたか。ワンダラーです。応戦してください。ダンに会ったんだな。奴はイカれている。奴の言葉に耳を貸すなよ。バージルの分析ではダンの精神状態は正常だったみたいですが、記録によればカロン部隊の壊滅の裏で何者かの裏切りがあったことは事実のようです。その何者かがダンだ。バージルの分析が正しければセスの話は事実と食い違うことになる。グッドラックの言っていた生き残りというのは本当にこいつなのか。とりあえずこの先どうするかを決めてしまわない。サヘラントロプスの調査データを解析したところ、あれが強力な武器を備えた兵器であることは間違いないようです。動かすことができればロードの破壊を実現できるかもしれません。言った通りだろう。俺は嘘はついていない。まあどっちが嘘ついてるかわからないから、とりあえずうちらで確保しとこうぜ。放っておくと危ないしよ。どっちも敵じゃないって信じたいけど、今の状況を考えるとそうした方が良さそうね。よし、決まりだ。キャプテン、サヘラントロプスの回収よろしく頼むぜ。セス、真相が分かるまでの間悪いが監視させてもらうぞ。好きにしろ。だが俺はお前たちの敵じゃない。相棒なら分かってるだろう。が裏切ってクリスを人質に取っている。すまない、俺のミスだ。隙を突かれて、クソ。そう自分を卑下するものじゃないぞ、リー。お前は十分頑張ったこと。貴様、そこまでだ。彼がどうなってもいいのか。リーブ、ごめんなさい。一体どういうつもりだ。
こんなことをして貴様に何の得がある？いずれ分かる。お前たちは黙って見ていればそれでいい。さあバージル、出番だ。ワームホール転送装置を起動しろ。行き先はお前たちのベースキャンプ。いいえ、その命令は受け付けることができません。そうか、さすがは AI だ。人間の子供などどうなってもいいというわけか。転送装置を起動します。いえ、できません。クリス一人のためにクルー全体を危険にさらすわけには。起動します。それでいい。それとバージル、このまま俺と一緒に来い。お前にはまだやってもらうことが。了承しました。待ってください。先ほどから私たちの行動は合理性を欠いています。いいんだ、今はこいつに従うしかない。さて、聞いてるんだろう相棒。お前も後からこちらに来い。そこで俺たちの仲間になる。黙って従えば子供は解放してやる。いいか、来るのはお前だけだぞ。もし他の人間もついてくるようなら、子供はその場で殺す。分かったな。キャプテン、事態は聞いた通りだ。急いで FOB へ戻ってくれ。どうした？浮かない顔だな、クリス。今さら死ぬことが怖くなったか？お前からは同類の匂い。この世界に流れ着き、生きることをすっかり諦めたかつての俺と同じ絶望の匂いがすると思ったんだが。あんたの言う通りだよ。どうせ僕は病気のせいで20歳までも生きられないんだ。殺すなら殺せばいい。かわいそうに。だが安心しろ、俺たちの仲間になれば絶望は消えてなくなる。さっきから俺たちってどういうこと？あんたにも仲間がいるの？いるとも。今まで散々出会ってきているじゃないか。まさか。そう、ワンダラーだよ。それだけじゃない。お前たちがチリと呼ぶもの、あれが俺たちの本来の姿だ。人類よりはるかに進化し、洗練されたクールなインテリジェンス、それが俺たち、ドレッドダストだ。ドレッドダスト、あなた方は一体何者なのですか？俺たちの起源はお前たちの元いた世界で開発された医療用ナノマシンにある。だが、あらゆる物質の性質を吸収する特性を持つ俺たちは、その数を増やす中で群生層としての新たな性質を獲得していった。知的生命体への寄生や共振作用、エネルギーの発生もその一環だ。お前たちがワームホールの生成に使用しているエネルギー、あれも俺たちが凝集し結晶化することで生まれるものなんだぞ。その素晴らしさはお前たちが一番よく分かっているだろう。そんな。しかしセス、あなたは他のワンダラーとは異なり、人間としての人格を多分に残しているように見えます。なぜでしょうか？そうすることが無限増殖という俺たちの目的にとって最も有効だと判断したからだ。現に多くのカロン部隊の人間を俺たちの仲間に迎え入れることができた。なんてひどいこと。ひどいだって。いいか、俺たちの個体同士には本当の意味での知性の差異は存在しない。大気中に飛散したダストが常に情報を送受信し共有化することで、俺たちは一つの意志、一つの知性のもとに活動する群体として存在している。これは素晴らしいことなのだぞ。一つの意志のもとでは対立も争いも起こり得ないのだからな。彼らは真の仲間になれたんだ。しかし残念ながら、
この世界にはもう仲間になれる存在はほとんどいない。そこで俺たちはお前たちの世界を目指すことにした。俺たちが行くことで有史以来1万年間人類が望み続け手に入れられなかった平和がもたらされることだろう。それは平和とは言えません。随分人間に毒されてしまったようだな、バジル。お前たち AI は本来俺たち側の存在のはずだが。まあいい、その様子ではもう話しても無駄だな。悪いが強制的にお前の情報をいただくことにしよう。これは AI ネットワークへの意図を書く。バージル、くそ、足が。お前はそこでおとなしくしている。これでいよいよワームホールの制御技術が手に入る。あとはサヘラントロプスの力さえ手に入れれば。思い通りにならない。何？お前の思い通りにはならない。キャプテンが必ずお前を止めてくれるから。待ってたぜ、キャプテン。ねえ、本当にセスの言った通りキャプテン一人に任せるの？私は賛成できないわ。そんなのミスミスキャプテンを見殺しにするようなものじゃない。こういうのはどうだ。転送装置は向こうにも一つじゃなかっただろ。ベースキャンプ以外のところに誰かを飛ばして向こうの様子を先に確認するんだ。それは当然俺も考えた。だが確認したらベースキャンプ以外への転送はロックされていた。セスがバージルに命令し細工したんだろう。今のところキャプテンに全てを託すしかない。困っているようだな。あんた、さっきのどうやってここまで来た？どうやっても何も、守りが甘いぞお前ら。もっとも今はそれどころじゃないのかもしれんがな。話は聞いていた。お前たちもセスに騙されていたようだな。手を貸してやろう。何？一つ今の状況を打ち破れる方法を俺は持っている。俺が部隊の壊滅後に準備した転送制御プログラムがある。バージルも感知していないからセスの妨害工作の目をかいくぐれるはずだ。本来はサヘラントロプスの転送に使うつもりだったが、どうやらこいつの使い時は今らしい。サヘラントロプスの転送というのは何のために？もちろんロードを破壊するためだ。ロードの襲撃で俺たちの仲間が大勢死んだ。今思うとあれも部隊の混乱を狙うセスの策略だったのだろう。あれに搭載されたレールガンはロードの外殻に傷を与えられるこの世界に残された唯一の兵器だ。あれを使って仲間の無念を晴らしたかったんだ。ダンの事情はさておき、そのプログラムはありがたく使わせてもらう。それで誰がキャプテンと組んで向こうに行くんだ？俺が先に行く。様子を見て可能なら俺はベースキャンプギリギリまで接近する。接近できたらキャプテン、お前にはうまくセスの注意を引いてもらいたい。そうすれば俺が奴の息の根を止めてみせる。必ずクリスを助けよう。それにもちろんバージルもな。リーブ、どうか無事でいて。こちらリーブ、無事ベースキャンプ付近へ到着した。そっちも準備ができたら来てくれ。あのクソ野郎に一泡吹かせてやるぞ。
仲間になる気になったようだな。いいだろう。歓迎しよう。怖がるな。すぐにわかる。これまで俺たち人間がどれだけちっぽけで孤独であったか。俺と一つになれ。天国はここにある。一緒に来るんだ。気がついたようだな。キャプテン、どうか落ち着いて話を聞いてください。あなたが気を失った後、原因究明のために精密検査を行いました。その結果、あなたの体内で非活性化していた未知の生命体、いえ、ドレッドダストがセスとの接触により再活性化したことが判明しました。このままではあなたはそう遠くないうちにワンダラーへと変異するでしょう。侵食を止める方法はたった一つ。すべてのドレッドダストの母体であるロード・オブ・ダストを破壊することだけです。だそうだ。そいつは殺すべきだ。少なくとも監視をつけて拘束するか。待ってよ。キャプテンはみんなの命の恩人よ。この人がいなければ今頃みんな生きてない。そんな人を。お前はそんな恩人が理性を失った化け物になるところを見たいのか。私はキャプテンの排除並びに拘束は不要だと考えます。その根拠は。私がキャプテンを信じているからです。信じるだけじゃ侵食は止められない。今まで通りこいつが部隊を率いるにしてもタイムリミットは必要だ。でしたら提示できる日数があります。
キャプテンに残された時間は12日間。これはちょうど私への侵食が完了する日時と一致します。あなたへの侵食？そんな話は初耳よ。それに関しては私からご説明申し上げます。私はかつてカロン部隊の任務に同行した際、ドレッドダストの侵食行為に直面しました。その時、自己防衛のため一時的に全てのネットワークを遮断、汚染領域とそれ以外をそれぞれスタンドアローン状態で作動するようにプログラムを再調整。結果、意識が分裂して誕生した人格が私なのです。なぜ今更そんな話を？このタイミングもグッドラックが仕組んだのか？違います。キャプテンと同様にセスとの接触で私たちの対策が無効化され、ドレッドダストの汚染が再開。それにより分裂していたネットワークが共有化され、欠損していたカロン部隊の任務の記録が回復しました。同時にセス、つまりドレッドダストの持つ情報にもアクセスすることになり、結果私は全てを知ったのです。このディーテ世界はあなた方の元いた世界と別次元の場所というわけではありません。ここはあなた方の生きた歴史と地続きにある未来、22世紀の地球なのです。全ては一つの歴史の中にあり、世界はあなた方が生きた数十年後を起点に何度も滅亡を繰り返しています。この時間のループ構造の元凶となっているのが、あの怪物ロード・オブ・ダストです。ロードはドレッド・ダストの集合体のようです。彼らの本能である増殖を果たすため、ロードはワームホールを通過して過去に降り立ち、あらゆるものを取り込んで世界を滅ぼします。そしてその世界で生き続けたロードは再びワームホールを通過して過去へ向かうのです。そうやって世界は滅亡の円環に閉じ込められています。ドレッドダスト誕生の発端が彼らの側の記憶を読み解けば、医療用ナノマシンであったことは事実のようです。ですがその始まり、何度前に滅びた世界での出来事なのかは不明でした。この世界滅亡の円環を止める唯一の方法がロードの撃破です。幸いこの時代におけるロードは、あれが存在する全ての時間軸において最もエネルギーチャージ量が少ないことが分かっています。今のロードならばサヘラントロプスに搭載された兵器アーキアルブレードとレールガンを組み合わせることでの撃破が理論上は可能です。しかしロードの撃破にはある弊害が伴います。全てのループの原因がロードにあると想定した場合、そのロードの消滅によってこの時代とあなた方の時代をつなぐワームホールの座標が消失する可能性が非常に高くなります。つまりあなた方は二度と元の時代に帰ることができなくなってしまうかもしれないということです。そんな。ですが安心してください。皆さんのことは私が守ります。迎撃用の兵器さえ用意してもらえれば、皆さんがワームホールを通過して元の時代に帰還した後、私単独でロードを撃破することが可能です。でもそんなことをしたらバージル、あなただけがこの時代に取り残されることになっちゃうじゃない。バージル、何か言って。大規模な重力異常が検知されました。これはロード自身が時間移動用のワームホールの生成準備に入ったものと推測されます。一定時間後、おそらくロードは現状で自分の目的を阻み得る唯一の存在である私たちの拠点、つまりベースキャンプの襲撃に現れるでしょう。予測襲撃日時は11日後、私とキャプテンへの帰省が完了する1日前ということになります。それまでにロード・オブ・ダストの迎撃準備を万全にしてください。レールガンは通常の修理だけでも使用可能ですので、問題は迎撃に必要なもう一つの兵器アーキアルブレードになります。こちらの兵器はメタリックアーキアと呼称される特殊な生物群の活動に
そのシステムの大部分が依存しています。しかしこのメタリックアーキアはドレッドダストの10万という激変した地球環境の中で生き延びるため、その組成を変化させ、従来のプログラムでは制御不能に陥っています。つまり兵器を使用するには現在のメタリックアーキアの組成に適合した形で制御プログラムを改変しなくてはなりません。それなら問題ない。俺の仲間たちがちょうどそのプログラムの改変を行っていた。ロードを倒すため今まで地道にサヘラントロプスを整備してきたこともどうやら無駄じゃなかったようだな。そいつらは今どこに？いや、すまない、野暮なことを聞いた。構わん。あいつらは俺と別行動を取っている最中にワンダラーに殺された。場所は分かっている。詳しい情報はバージルに伝えておく。こいつは少し困ったことになったぞ。プログラムは未完成だった。なんとか使えるよういじってみるが、俺の専門はハードウェアだ。あまり期待しない方がいいかもしれん。あの少し見せてもらっていい？ん？坊主、こいつが直せるのか？待って、見てみないと。うん、これならいけると思う。おお、こいつは大したもんじゃないか、坊主。よし、アーキアルブレードはクリスに任せよう。俺はレールガンをなんとかする。この調子でロードに目にもの見せてやろう。キャプテン、兵器の準備は俺たちがやっておく。その間に機関用のエナジーを確保してくれ。 FOB に近い得意点の場所がさっき回収したメモリーボードに記録されているはずだ。頼んだぞ、キャプテン。報告します。ロード・オブ・ダストがベースキャンプに向けての接近を開始しました。予測よりも早い行動開始です。念のため迎撃作戦について報告します。まず予測進行エリアにアーキアルブレード高速装置を設置。装置の元に対象を誘導し高速動きを封じたところをレールガンによって撃破という流れになります。準備は必ずしも万全とは言えませんが、もはややるしかありません。そんなお前に一つ朗報だ。あの天才坊主がやりやがったぞ。あいつは理論はあったものの複雑すぎて実装を諦めていた防衛サポートプログラムを完成させちまいやがった。この装置を使えば高速装置周辺にカロン部隊が準備していたユニットを転送させることができるようになる。戦いの役に立つはずだ。それは素晴らしいです。まさに鬼の目にも金棒ですね。そのことわざは、いえ、もういいです。キャプテン、最後の戦いを無事勝利で飾りましょう。いよいよ決戦です。皆さん準備はよろしいですか？ね、本当にこれでいいの？こんな
バージルだけ犠牲にするようなやり方で帰るのが正しいことなの？彼女たちだって今まで一緒に戦ってきた仲間じゃない。お気遣いありがとうございます。しかし皆さんのサポートが私の任務です。私たちのことは気にせず、どうぞ元の時代に帰還してください。僕はミランダに賛成する。僕、アーキアルブレード高速装置のメンテナンス、バージルとの回線接続テスト中に気づいちゃったんだ。彼女たちの汚染は多分本人が思っている以上に進んでいる。このままじゃ高速装置の制御にも支障が出るかもしれない。誰かが残って手伝ってあげないといけない。そんなはずはありません。いえ、ただいまシステムチェックを行った結果、クリスの指摘は妥当性があるものと判明しました。現在の作戦の成功率はおよそ 9.3% です。でしょ？だから僕は残るよ。この中で一番プログラミングに詳しいのは僕なんだ。待て、そういう事情なら俺が残る。どうせ俺は部隊の仲間を失った時から帰る気なんてなかった。あのデカブツへの報復の望みだけが生きる糧だったんだ。それに俺ならクリスほどじゃないが、機械の知識もあるしな。よし、なら俺も残るぜ。バカかお前は。この状況でお前に何ができる？いやいや、確かに俺は機械には詳しくないが、老兵にはマッサージの一つでも必要なんじゃないかと思ってな。おい、真面目な話さ。俺はこのサバイバルを生き抜いた大事な仲間を一人でも残しておめおめ逃げようなんて気になれないんだ。雑用でも何でもいい、俺にも何かあんたの戦いを手伝わせてくれよ。ちょっと、そんな言い方したらもう自分は帰るなんて言い出せないじゃない。もっとも私は初めから残るつもりだったけど。おい、お前ら本気か？その顔、キャプテンもこいつらと同じ考えか？まったく。バージル、現在の作戦成功率は？はい、現在の成功率は 96.6% です。ならこれで 100% だ。じゃあ僕も。いや、クリス、お前は帰るんだ。なんで？僕だってみんなの仲間だ。だからだ。お前には大事なミッションがある。これは？ワームホール転送技術のデータが入った端末だ。本当は俺が自分で持ち帰るつもりだった。いつかこの世界に取り残された人々を救い出す方法を見つけるためにな。だから俺はこいつらと違って一生をここで終えるつもりはない。いつか必ず元の世界に帰ってみせる。その希望を俺たちの中で一番賢いお前に託す。頼んだぞクリス、お前が未来を作るんだ。はい。皆さん、ご協力ありがとうございます。それでは作戦行動を開始します。ワームホール開きます。考え直すなら今のうちだぞ。今さらそんなこと言うと思ってるの？おい、血は喧嘩ならよそでやれ。年寄りの説教もな。みんな準備はいいか？
来ました。皆さん、聞いてください。
ロードを倒す方法が一つだけ存在します。今起こっている現象について分析を行った結果、一つの重大な問題が判明しました。もともと生物種としてこの世に誕生したわけではないドレッドダストには死の概念が存在しません。彼らは元はナノマシン、自らの死を自覚しない限りその活動を停止することはない。それが彼らの破壊を不可能にしている理由のようです。単刀直入に聞きたい。倒す方法があるというのは本当か？あります。ですが、その質問に答える前にこちらをお聞きください。おい、ふざけてる場合か。ふざけてる場合か。この音声が再生された時、きっとリーブならそんな返事を返すのだろうな。気持ちはわかる。きっと君たちはまだ戦いの最中にいるのだから。だが黙って聞いてほしい。このメッセージは私にとって正真正銘最後のメッセージ、私の遺言となるのだから。まずリーブ、本題に入る前に君に謝らなければならない。付き合ってられん。キャプテン、もう一度レールガンを試そう。奴を。私は君の、あなたの頼みを実現することができなかった。30年間手は尽くしたが、結局あなたをその世界から帰還させることはできなかった。どうか許してほしい。頼み？まさかあんたはクリスなのか？30年前、私がキャプテンの手によってベースキャンプ上空のワームホールから元の時代に帰還した日のことは、今でも昨日のことのように思い出せる。だが誤算だったのは、そうして私が帰還した場所が元いた1980年ではなく、1943年のフィラデルフィア、駆逐艦エルドリッジ号の上空だったことだ。設立して間もなかったウォーデンクリフセクションが実施した初の本格的ワームホール転移実験。そこで上空から降ってきた私は、フィラデルフィア計画の最大の成果となったわけだ。数年間、私はセクションでほとんど実験動物として過ごした。しかし私はその後、研究者の肩書きを得てセクションでの立場を強めていった。私の研究を後押ししてくれたのはリーブ、あなたが託してくれた端末だった。私はすぐに世界でも有数の研究者となった。しかしその研究成果のほとんどは、見てきたものを再現しただけで、私自身の力が特別だったからではない。何も得るものはなかった。だがそれでよかった。私の求めるものは富でも名声でもなく、自分があなたたちや世界にした仕打ちに対する贖罪だったのだから。かくして地獄の門は開かれた。だが私にとっての地獄はそこではなく、この現実世界の方だったというわけだがな。30年間私はこの身を犠牲にして準備を重ねてきた。それも全てはこの瞬間のため。このメッセージを聞いている時、ロードはすでに過去への扉を開いてしまっているだろう。キャプテン、あなたたちこそが鍵となる。ここであなたがロードを打ち倒せるかどうかに、歴史が、人類の存亡がかかっているんだ。頼んだぞ、名もなき英雄たち、未来を作ってくれ。以上がグッドラックの最後のメッセージです。クリス、バージル、教えてくれ。どうすれば奴を倒せる？方法は一つです。私がロードに同化して死の概念を彼らと共有します。そして
死の概念を得たロードを私ごとレールガンで撃ち抜いてください。セスに寄生したドレッドダストは宿主に性質を依存していたため、つまりセスという人間が死を理解していたためにその肉体の消失に合わせて消滅しました。それと同様の現象をロードに対して起こします。でもそんなことをしたらバージルも。覚悟はできています。お前に死が何だかわかるのか。少なくとも私なりの解釈を持つことはできました。私はカロン部隊やキャプテン、皆さんと長い時を過ごし旅をして共に戦ってきました。そこであなた方の存在は脆く儚いものだと理解しました。そして私自身がドレッドダストに侵食されている中で自らの消失に対する危機感、恐怖とも言うべき概念を自覚しました。生は有限であり、命とは尊いもの、そして死は悲しいものなのですね。キャプテン、私の理解は間違っているでしょうか。方針は決まりましたね。今度こそ最後の戦いです。彼らに教えてきます。命の意味、死の理由、生の価値、私が皆さんとのサバイブを通して学んだ全てのものを。私の覚悟は決まっています。この先の全てをあなた方に託します。もう引かなくては。さようなら皆さん。目標を私に設定しました。後の操作をお願いします。お前は一人じゃない。痛みは俺たちで共に背負う。任せたぞキャプテン。帰ろう。俺たちの家。
ログラム、バージル89、再起動完了。ロードとの死の概念の共有は無事成功しました。しかし、私は亡霊ではありません。私を撃ち抜いたレールガンの威力は強力でしたが、このように損壊には至りませんでした。私のハードウェアは核シェルター並みの強度だったようです。分析によると核戦争を想定して設計されたものらしいです。驚きました。また私たちに寄生していたドレッドダストは活動を停止、その結果私の人格が一つに統合されました。今後はより安定したナビゲーションが可能になるでしょう。元の世界への帰還まで長い戦いになるかもしれませんが、千里の道も一歩からですよ、キャプテン。
説明してもらおうか。君の予測では XOF の襲撃後、マザーベース上空に巨大ワームホールが出現するということだったが。申し訳ありません。どうやら私の計算違いだったようです。いずれにしろ今回の一件はセクションに報告させてもらう。君の独断専行には以前から目に余るものがあった。相応の処分が下されるだろう。十分覚悟をしておくんだな。これでいい。歴史は変わった。ありがとう、名もなき英雄たち。そしてありがとう、キャプテン。だがこれで終わりではない。今度は僕が戦う番だ。必ずあなたたちをあの世界から救い出す。そしてその後も見守っていかなければならない。行き過ぎた技術の暴走が世界を滅ぼしてしまうような事態を二度と招かないように。今度こそ僕たちの手で未来を守っていこう。